それでは本日の特集です。本日のトピックスに引き続きまして、日野町事件についてさらに、ね、深掘りをしていきたいなというふうに思います。はい、はい、では、これはその裁判の時から一審からの戦い方ということですかね。捜査の時には、まあ、はい、自白の強要で自白をして、はい、それでまあ起訴できたわけですよね、はい、で裁判になったら無罪ですということを主張して、うんうん、いて、これはまあずっと一貫して主張してるんですよね、はい、なるほど、はい、で、弁護団からは、その自白の強要があったっていう、そこがやはり争点の、まあ、第一のポイントですよね、はい、警察の暴行や脅迫の存在があったという中での自白強要で、まあ、要は虚偽の自白を行ったということをこう何とか主張したいという、そういうところですよね、はい、でまあ、秘密の暴露っていうんですけど、はい、犯人しか知らないことを知っていたっていうのは、証拠がない場合には、うん、一つの重要な証拠になるわけです、うん、決め手という感じですよね、はい、それが金庫の場所を知っていたと、はい、なんかその、ね、草むらに案内させたら、うん、はいはい、たどり着いたと言うんですよね、うん、はい、でそれがあの証拠だという、うん、秘密の暴露でしょって言うわけですが、はいはいはい、まあ、それを弁護側はこう言われれば覚えていきますよね、うん、あとこうだったんだろうっていう話をずっとされるっていう、うん、そういう意味ですね。23日間以上もどこで発見されたんだ、はい、どうだった、まっすぐ行ったのか、うん、その後何かあって右曲がったんだろうとかね、あ、こうずっと言われてると、はいはい、いや曲がってませんとかつって、うん、でこう泣いてるわけじゃないですか、もう自白しちゃったって、うん、案内しろって言ったら言われた通り歩きますよね。もう自分で言ったのか誘導されたのかの区別もつかなくなるぐらいのね、区別もつかなくなるって言いますよね、うん、でこれはあの結局誘導されたんだっていう、うん、なるほど、それがまあ間接証拠としては結構大きいものだったわけですよね。要は秘密の暴露をしたというところでね、はい、だけどそれすら警察の誘導だったと、はいはい、しかもアリバイがあったと。アリバイがあったんですか、はい、とすると普通、はい、アリバイを崩さないとダメですよね。そうですね、でそれがまああったし、はい、から自白された内容と鑑定結果が違うと、はい、あの首で絞めて殺したってなってるんですけど、首を手で絞めたですか、ご遺体はロープで殺されてる跡があると、はい、だとしたら自白内容とご遺体は違うじゃないですかっていうと、もう犯人性が疑われますよね。そうですね、っていうのがこう全部あったんですけれども、はい、結局有罪になって、なるほど、でこの特徴が2つあるんですけれども、はいはい、一つ目が、まず一審ですね、はい、論告求刑というのは、まあ、検察がね、あの実際にこの人の、罪状はこういうものですで何年ぐらいっていう、はい、そこを言うところですよね。論告求刑というのはだまず起訴しますよね、はい、で人定質問というのがあって、はい、まあ、あなたですよねっていうことをやって、うん、次検察側の立証ですよ、はい、次弁護側の反証ですよ、うん、なるほど、でそれが終わった時点で、まあ検察側と両方揃いました、はい、で今度検察側が論告の中で、うん、こうこうこういうか罪はこれぐらいですと、だから死刑を求刑しますとかっていう、その最後のところです、うん、でその後に弁護士側の最終弁論っていうのがあって判決になる、うん、なるほど、つまり立証した後ですよ、はい、弁護側が反証しました、はい、さあ論告しますよっていう時になって、はい、予備的訴因っていうんですよ、はい、だから予備的訴因っていうのは公訴事実について争うわけです、はいはい、こういう事実で、はい、でこれじゃ危ないから、うん、こういう可能性もあるよっていうのを追加してるんですよ、急に急に、でそれを裁判所が促してるんですよ、うん、予備的訴因は出さないんですかとかっていうふうに促してて、はい、ちょっと言葉はわからないですけど、はい、促して検察側があこれ負けるなって分かったわけです、その訴因では、はいはい、このまんまだとやばいぞっていうのをさりげなく裁判所は伝えたということですね。そうですね、なるほど、例えばね川崎さんが犯人で、はい、午前9時53分に殺しました、はい、っていうと弁護側が53分はありえないって立証してたら、うん、はい、僕が検察だったら、はい、午前中に殺しましたって書くわけですよ、はい、そうすると53分前後じゃないので、はい、午前中ならありうるかなっていうふうに、はいはいはい、要は曖昧になると可能性は、うんうん、まあ野球で言うとストライクゾーンが広くなるじゃないですか、はいはいはい、さっきのアリバイももしかしたら崩れちゃうか、崩れていくってことですよね、そういうことですね、はい、で犯行時刻、はい、と自白は信用できないと、はい、いうところを、はい、自白以外の証拠で判決できるようにこうストライクゾーンを広げた、
検察側が。なるほど。だからアリバイもちょっと崩れるかもねぐらいにちょっとこうしたわけですね。したわけですよ。なるほど。で一審判決は要は自白は信用できないがと、はい、取ったわけですよ。そうですね。で他の証拠で犯人だと言ったわけですよ、はいはい、だから犯行時刻と場所に関しては予備的訴因の方で判決してるわけですよ、はい、だからその予備的訴因がなければ、まあ、無罪、状況証拠でもやばかった無罪っていう、ね、はい、それをストライクゾーンを広げて状況証拠でなんとか入れられるようにしたというのが一審。一審。ああなるほど。で今度は二審の方ですね。ここは信用できないですよね。はい。だ今度、はい、だからこっちで言うと自白は信用できなくて証拠であるからやっぱり有罪だよねっていうのが一審。はい。で二審の方は逆ですよね。はい。疑問はあるが、はい、さっきの金庫のところなので、はい、根幹部は信用できるんですよ。自白は信用できるっていう意味だねっていうことですよね、はい、結局ね。一部疑問は残るが信用できる。うん、なるほど。でこれで、まあ、控訴は弁護側の主張を否定した、はい、で判決の構造がね、うん、一審は自白が信用できないけどこっちでできる、はい、控訴審は自白が信用できるからこっちが曖昧でもいいのだっていう構造を変えちゃったわけですよ。でもどっちにしても曖昧ってことですよね結局ね。まあね、だから本来の公正な裁判は行われていないっていう、はい、はい、ということですね、はい、まあ、それは控訴審は独自にも審議できますけど、はい、基本一審の判断が間違っているのを直していくわけじゃないですか。そうですよね、はい、その根幹が入れ替わるという、はい、そうですね。だから逆にこの予備的訴因のところを持ってこなかった、そこを中心じゃないということはそこに疑問を呈した可能性がありますよね。ありますね、十分ね、はい、だったら本当は戻してもいいぐらいですよね、はい、なのに戻さずに一審で否定したはずの自白を取って二審で通しちゃったと、有罪できるっていうふうに持ってったっていうことです。なるほど。であと再審ですね、はい、で毎日新聞のこれまとめてだったら分かりやすかったんですけども、はい、で今言った自白については信用できるとか、はい、殺害方法はね被害者の手で殺したと、うん、両手で締め付けたと認定して、はい、ね、誰から申し出たことで現場まで行けたっていうのが一審の、はいはい、これが秘密の暴露ですよね、はいはいはい、で今回の決定は信用性は認められないと、うん、自白した疑いがあると、自白が脅しでね、脅しで脅迫的だって、うん、で、ね、はい、で左手で首の後ろに当てたっていうのは、うん、死体場所と整合しないという、これは鑑定結果とも一致しないということですよ ね、 いすよね、はい、で発見場所に行けたということは、はい、意図的に情報を断片的に提供して案内をした可能性があるということで、うんうん、はい、一番最初に出した部分のこれを相当認めて、はい、この弁護団の主張、主張ですよね、これに戻ってきたということですね。裁判所がここに戻してきたというところですよね、はい、それで、まあ、今回再審開始決定というのが出たというところですね。再審開始決定できちんと調べ直しなさいというふうになった、はい、そうですね、でなったはいいんですけど、またいつも起こるように、はい、検察側が納得できないと言って抗告するわけですよ。出ちゃったんですね、またね、はい、やめてくれってことは言ってあるんですけど、はい、また出てくるっていう。なるほど。何回無罪を取らなくちゃいけないんだという、ね、だったら再審で争えばいいわけじゃないですか、はい、いつも我々が言う通り、はいはい、で裁判所が判断したんだから、うん、検察側が意見言って、ね、弁護側が、はい、意見言って有罪になったけど、はい、それを出した裁判所が間違ったかもしれない、うん、自分たちって、うん、いう時に、なんで検察がもう一回、はい、いや間違ってませんよ裁判所って、うん、いやだったら裁判で間違ってないかどうかを争えばいい、はい、だって被告、疑わしきは被告人の利益っていう原則はもう世界中、うん、誰もが否定しない、ね、検察だって否定しない、はい、多分1億人いたら1億人否定しないような、もうまあ定説ですよね。そうですね、論理ですよ、まあ、はい、だったらそこにのっとつなら、うん、最終の場で、はい、争えばいいだけなのに、日本は検察側が抗告できるっていうシステムになってるので、それがおかしいと。そうですよね。だからそれは直接この事件で争うことはできないですけども、やっぱりね、それはまあ学者とかいろんな方々は法律改正ということで主張をし
していってますけど、今度それは国会の話じゃないですか、法律改正。そうですね、この裁判の中ではちょっともうどうしようもないですしね、はい、そもそもね。だからまあいろんなね、はい、あの弁護士さんたちがこういう事案を持ちながら憲法違反であるというふうにね、はい、法律がね、はい、あのまあ持っていくっていう中で法律改正をさせるなり、うん、国会議員が動いて、はい、あの法律改正しようよっていう動きで、国民がこれおかしいよねっていうことで刑事訴訟法を改正していくっていうことがまあ本来の、はい、まあ、流れになるんですが、裁判所は法律変えれませんから、うん、そうですね。だからできることは身柄を出すとか、うん、はい、で袴田さんも執行停止して一回身柄を出すっていうことが裁判所ができることとか、うん、著しく構成を書くとかっていうのを判決文に書いたり、はい、うん、あとあれですよね、あの選挙の一票の格差の時には国会の怠慢であるってことを書きましたよね、はい、それに対して是正措置をしないというのに、はいはい、じゃあ次の選挙までにやったかというとやってなかったりするから、うん、で内閣が指名するのが裁判官じゃないですか、うん、最高裁の。だから内閣が指名する人たちを最高裁に入れていくわけですから、うん、それに沿った答えが出てきちゃうっていうのは、うん、おのずとそうなってしまいますよね、うん、なるほど、うん、そうなんですね。まあ、あの論告休憩前にあの予備的訴因が出たところからね、そもそもね、怪しいなんか後出しじゃんけんみたいなね感じだし、もうなんか何から何までおかしくって、まあ本当やっとね、あの正当性がその本当に最初から訴えてたものが認められたという状態なのにもかかわらず、その広告が出てしまうというのでね、なんか本当に理不尽な感じはしちゃうんですけれども。そうですね、裁判員裁判の場合はもう先に公判前整理手続きで、はい、何を争点するか双方決めちゃうんで、はい、決めちゃったらその後はよっぽど新しいものが出ない限りそれは起きないですけれども、この当時はまだそういう裁判じゃない、はい、それにしても裁判所が促すっていうのはね、はい、公平じゃないですよ、うん、そうですね。だからもう有罪にしたいために、これじゃあ私無罪にしますよって言ってるようなもんじゃないですか、うん、それは明らかに裁判所として公平さは欠くなと思うんですよね、うん、そうですね。これがね、1995年が一審の判決というので、うん、平成に起きた事件なんですよね。それは別に大昔のことじゃないんですよね、うん、そうですよね、はいはい、だからつい最近起きてる、うん、まあ、2000年ぐらいに起きてるのことですからね、はい、それはおかしいんですよ。そうですよね、うん、はい、ということでね、はい、この事件の行方をねまた追っていきたいと思います。それでは、この番組についてのご意見やご感想ねございましたら、ぜひメールアドレス info@trueangle.net までぜひお寄せください。それでは皆さん、来週の日曜朝9時にこの番組でお会いしましょう。